現役ドラフト2023完全シミュレーション一発。フェードロー野球チャンネル。モンテさん、はい、現役ドラフトセリーグ編、うん、パリーグ編とやらせていただきましたけども、今日はシミュレーションとそれを踏まえてね。あら、これ難しかったんじゃない？難しいというよりね、本当にちょっと時期尚早でしたと。おろ。やっぱり現役ドラフトはドラフトやってFA やってで戦力外、それやった最後に来るんで、ちょっとねそこまで読み切って、これ当たったらもうちょっと頭撫でてほしいんですけど撫でてあげましょう。まあ皆様温かいコメント、この難しい中でも、はい、いやこの選手じゃないですかっていうファンの方からね、いただいたんで、一番参考になるからね。そうだね、本当にちょっとこの戦力外とかもあるんじゃないですか、そう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 、冷静にね、うん、見ながら、まあ今後もね、まあこれはでもドラフトの後かな、うん、次やるのは、うんうん、ちょっと時間空けようかなと思うんですけど、うん、現時点の、僕が挙げた候補でのシミュレーションという形でやらせていただければなと思いますので、うん、お付き合いお願いします。はい、では僕が挙げた候補ですね、セリーグパリーグ12球団の候補選手はこちらになります。まあ挙げさせてもらったんですけど、うん、まあコメントでも多かったです。この僕挙げた中だと、うん、セリーグだとね、小山選手に人気出るわなと、うん、まあ、それは欲しかったよ。実績もあるし若いし、うん、というところでね。まああとセリーグでいうところ、セリーグでいうと、うん、まあ阪神の小林選手、北条選手なんかも、まあ年齢はちょっと30前後ですけども、うん、やっぱり阪神はこうやって余剰というかね、うん、そう選手層は厚いんだなっていう性質になりましたね。うん、続いてパリーグね。パリーグは、まあロッテ、うん、二木投手なんかはね怪我明けなんで、怪我明けの選手はさすがに出さないんじゃないですかっていう声もあったんですけど、今回入れさせていただいて、うん、まあ実績もともとバリバリ元ロッテですからね、うんうん、まああとやっぱり安定安心のソフトバンク事実と、やっぱりねソフトバンクの選手が欲しいわけです、各球団。いや本当そうだね、現役ドラフトに関してはね、うん、20名までやりましょうよと。でもソフトバンクは やりませんよと。いう形だよね。まああと日本ハムはやっぱり投手2名にしたんですけど、うん、日本ハムの投手もやっぱりいいんだよな。いい安定感あって2軍での成績もいいし、うん、っていうところで、まあ、どういう風な動きになったのか、ルールをちょっと振り返りますと、はい、各球団まず入札しますね、欲しい選手、うん、でその入札数が一番多かった球団が第一選択権を得ると、うん、その選択権を得た球団が捉えた球団から、まあ順々にやっていくっていう感じですね、うん、なので最初の入札予想、これドンといきます。わかります、こちらです。トッ、京山選手5球団、おお、やっぱ多いね。でソフトバンク上林選手、高橋純平選手で5球団、やっぱり多いね。そして日本ハム井口選手、オリックスはやっぱりね、俺は固くねこういう同一リーグから補強すると思うんだよ、こういう時はね。で、阪神の、小林選手、うん、もうヤクルト、まあ、やっぱり見てる自分たちが経験してるピッチャーっていうのは行きやすいよね、うんうん、そういうところでこの5-5-1-1と、うん、いう形になりましたので、並んだ場合は、これはウェーバーになります、うんうん、ということで今回のシミュレーションの第一選択権は DeNA から始めさせていただくという形になります。ではいきます。横浜 DeNA、 ウェーバー、足、誠司、ソフトバンク、あそこの取り合いだろうね。そうするとソフトバンクに次移ります、うん、ソフトバンク、京山、正也、うん、DeNA と、はい、終わりです。はい、終了。カン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 。取り合ったという形ですね。まあ現時点なんで、現時点の補強ポイントで僕は予想しましたけど、DeNA やっぱり外野手のこのレベルの選手が出るなら、うん、まあ補強をしたいよねと。いや、むちゃくちゃラッキーだね。まあドラフトなんかの結果によってね、また変わってくるんだろうけど、うん、まあそういくと、うん、そしたらまあソフトバンクに行くよね。うん、まあソフトバンクやっぱりピッチャー欲しいよと ね。ピッチャー欲しい中で、そしたら京山選手だろうと、先発もできるだろうというところのこの動きだよね、うん、なのでここで第1フェーズが終わりますね。第2フェーズは、なので日本ハム、阪神が1票ずつなんですが、ウェーバー制で日本ハムからの指名ということになります。北海道日本ハム、村西亮太、オリックス、オリックス井口和明、日本ハム、終了。カン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 、何？まあでもな、第2フェーズ一緒、これが本来あり得るんだよな。そうなんだ、そう、本当そうなんだよ。まあだから日本ハムはやっぱりドイツリーグの実績あるね、うん、村西選手、うん、行って、オリックスは逆に井口選手ね、うん、バリバリ行った投手ありますから、うん、じゃあそこ固く行こうよという、うん、この投手のトレードだよね、うん、行ったら、うん、形になるのかなと、まあ、もう1回ぐらいあるかもしれないな。
そうだね、なので続いては、うん、第3フェーズは阪神から指名が始まるということになりますね、うん、阪神二木浩太千葉ロッテとロッテ浜谷翔太西武西武勝木和也巨人巨人小林圭介阪神ということで終了大丈夫そうですか、そうね、まあ、まず阪神、まあ、二木選手は、まあ、バリバリロッテ入った選手でお前それまた大竹みたいなるぞお前ちょっとやめてくれそうだよ、ね、阪神は本当はでもソフトバンク行きたかったんだよねカープが割り食うんだ、ね、いやそうよ、あ、まあ、二木選手がもし出ることがあったらね、うん、あ、まあ、ここら辺で来れたら取るよねっていう、うんうん、そしてロッテに移って、うん、ロッテはまあ、残った選手でね、勘が見てっていうことになるんですけど、うん、ああそしたらロマン派の左腕がいるわと、西武に、うんうん、それで浜谷選手、ね、行って、そして西武はやっぱり1、3塁、うん、のスラッガータイプ、うん、そうはね、やっぱり行っていいかなっていうところで、勝木選手、うん、巨人のね、うん、西良が当たって、で巨人、いや、現役ドラフトはどうなんだろう、巨人、阪神の小林選手、やっぱり実績を買ってね。いや、同一リーグから取ることに意味があるからね。そうなんでね、これ、あ、それはそう、うん、本当はね、うん、なので、まあ、小林選手、どうなんでも阪神か、あのトレードとかね、FA はご飯取って言われてるんで、あれかな、江川さんが、いや、江川さんが、だからカンテレの解説に移るってことになるよな、空白の一日。あ、だまあでももう現役ドラフトは関係ないと思うんだけど、そうかまあでもここも気にするのかもしれないね、もしかしたら、うん、そしたらちょっとずれるんだけどね、うん、っていうところで第3フェーズはそんな感じ。まあやっぱり投手が人気は人気だね、今回僕のリストアップもあるんだけど、いやいやいや絶対そうよね、やっぱ野手でいい選手出すって結構だからね、うん、だらそこら辺もちょっとまあこの投手に偏るかなとも思ってるんで、うん、今後そこら辺もちょっと修正していこうかなと思います。では第4フェーズ、ウェーバー制ですので中日ドラゴンズからいきます。中日曽根海星広島東洋と、意外だな、広島東洋石垣正美中日ドラゴンズと同一選手が入れ替わっただけみたいな、まあ、中日はコメントでもいただきましたけど、うん、ダイソーの4位曽根選手ね、うんうん、でまあ石垣選手はどちらかというと強打打力の方なんで、うん、まあ、カープ右打ち、うん、まあだからもうここまで来たらあと4球団なんで、そうなん、非常にね厳しかったんですよ、うんうん、まあこれでトレードと、うん、トレードだねまあだからやっぱりこう見るといい選手欲しかったらちょっとやっぱり難しいね、そうね、ほんまにこれはどう他球団どう出てくるかっていう読み合いもあるね。で最後の第5フェーズ、うん、もう残り2球団なんでね、ヤクルトからいきます、うん、ヤクルト田中和樹楽天松本優ヤクルトと、まあ、田中和樹選手はね、楽天ファンの方からもちょっとやっぱり一軍で今年80試合出てますから、走塁守備固めで、うん、非常に使える選手、うん、ユーティリティな選手っていうところなんですけど、まあただやっぱりそれ一方でね、うん、打撃はやっぱり厳しいなっていう意見もあったんですよ、うん、なのでまあヤクルトも残った選手で楽天が取るなら田中選手の方かなと。あ、立教だしね。はい、立教だ。セントポルシャインシャインシャインセントポルシャイン六大学やっぱり阪神の6大学マークと、うん、でそうすると楽天はねヤクルトから、ヤクルトはね松本選手と奥村選手を出したんですけども、うんうんうん、まあそうするとねやっぱり松本選手の方がファームでの成績でしたり、うん、今年いいんでね、うんうん、まあ、そっちの方に白羽の矢が立つのかなという予想でございます。なるほどね、うん、いや以上ですね。トネ選手なんか取れてね、うん、非常に良かったんだけども、怪我明けの選手はな、ちょっと、まあ、リスクはね、敬遠されがちになっちゃうかもしれんね、うん、そうだね、難しいね、難しいんだよな、うん、ただ魅力ある選手だったら、まあ、1年我慢してっていう考え方もできるっていうね、うんうん、なるほど、はい、という形で、ちょっと早めではありましたが、はい、カエルさんが現役ドラフトシミュレーションしてくれました、皆様からのコメントお待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。明日、いや、もう本当、阪神にお前いいからいいピッチャーとかマジでやめろ、シミュレーションでも。いやいやいや、ふざけるな、本気だから別に。あー、栄冠はフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。